初期素とは、初期言語において意味上の区別を可能にする最小の図形単位を言う。高等言語における音素に相当する。アザ素、文字素、図形素とも言う。文字のほか数字などの記号、あるいはそれらを構成する基本的要素を指す。音素文字では、基本的には単一の初期素が単一の音素に対応する。しかし実際には、 複数の初期素が単一の音素に対応する場合や、逆に単一の初期素が複数の音素に対応する場合があるほか、連続する複数の初期素が単一の音素に対応する場合や、単一の初期素が連続する複数の音素に対応する場合もある。異なる字が同じ初期素を表す場合、異初期、または異字という、 例えば大文字と小文字、ひらがなとカタカナ、あるいはギリシア文字やアラビア文字で、語中での位置によって字型が変わる場合がある。これらは便宜的に区別して用いられるが、区別せずに用いても理解できないわけではない。一つの文字が複数の初期素から構成される文字体系も多い。この場合には初期素に当たる図形単位を字母と呼ぶことが多い。 例えば漢字の変貌や、ハングルの字母は、一般には複数を組み合わせて一つの字を構成する。数字では、ローマ数字で i と v から4を構成する例がある。また、基本書基礎に特殊記号をつけて、文字を構成する例は、非常に多い。例えば、日本語の濁音字は、基本書基礎と濁点を組み合わせたものである。音祖文字でも、例えば基本書基礎に、 アクセント記号や、ウムラウトなどの記号をつけて、別の文字とする例は多い。シーンあるいは特定の音節を表す、基本字母に、母音を表す、特殊記号を付加して、一般の音節を表記する体系を、アブギだと総称し、これには、インド系の書文字やエチオピアのゲーズ文字などがある。スペイン語では、CH、LL、RR といったレンジを一文字として扱っていたが、 現在は二文字としている。さらに印刷などのために複数の文字を続けて合字とする例もある。ドイツ語の桃とは合字であるが、現在は単一文字と考えられている。W は合字ではなく V または U と区別するために作った文字である。ありがとうございます。